時刻は午前10時20分を回りました。イエスタイル、この時間はパーソナリティ斉藤あさみがお届けしています。さて、先ほどはこの週末何してましたかなんていうお話をさせていただいていたんですが、私事ですけどね、この週末は音楽活動がなかったんですね。普段どこかで歌っていることが多いんですが、この週末は比較的ゆっくりとさせていただけまして、ぽっかりと予定が空きました。そこでね、とっても素晴らしい素敵なコンサートにお客さんとして伺うことができました。日曜日、開催されました虹コン、ミヤコンじゃないですよ、ちょっと紛らわしいかしらね虹を描こうコンサート、コンサートの方ですね、虹コン、こちらに伺わせていただきました。栃木県総合文化センターサブホールで開催された無料バリアフリーイベント、こちらがですね、入場無料で、たくさんの方に音楽を聴いて楽しんでいただきたい、そんなコンセプトのコンサート、出演されたのは工藤慎太郎さんとデイジー・ドブユキさん、そして、そのお仲間の皆さん、本当にね、賑やかで楽しい、コンサートでございましたが、サブホールと言いましてもね、500人規模のコンサート会場なんです。で、このコンサートがね、すごいところが、主催者の方がイベンターさんじゃないんですよ。イベンターさんとか、どこかの企業とか、団体とか、そういうんじゃなくて、一般女性の方がたったお一人で主催されているんです。あややさんという方なんですけどね、通称あややさん。そう。松浦れき子さんという方が、ご自身の大好きなアーティストの方、自分を救ってくれた音楽、それをもっとたくさんの人にも届けたい、もっとたくさんの人にも音楽で笑顔になってほしい、そんな温かい、お気持ちで開催されているコンサート、年に一度開催されているそうなんですが、今回で4回目、最初は数十人の観客の前で開催されていたコンサートが、なんと今回はあれよあれよという間に観客の人数増えまして、500人規模の会場で開催されたということでね、この日も大盛況でございましたよ。たくさんの方たちがご来場されて、そして、シンガーソングライター工藤慎太郎さん、そしてウクレレシンガーのデイジー・ドブユキさんの音楽楽しんでいらっしゃいました。盛り上がっていらっしゃいました。本当にね、涙あり笑いありという感じで、たっぷりと2時間半かな、はい、そのぐらいだったかなと思うんですけどね、このあややさん自体が透析の患者さんでいらっしゃって、そういったね、ご苦労もある中で、開催されております。で、無料バリアフリーということで、障害のある方、それからね、病気をお持ちの方も、そして、健康な方も、様々にね、どんな立場の方でも皆さんどうぞいらっしゃいませという、いろんな立場の方一緒になって楽しみましょうよということでございましたのでね、本当に全国から、それこそれき子さんの、透析のお仲間の方たちなんかも駆けつけていらっしゃっていて、本当に盛り上がっていました。賑やかな、そして心温まる、コンサートでございました。でね、本当私はこういう状況って初めてだなと思って、拝見していたんですがね、この主催者のあややさんが常にね、マイク持ってらっしゃるんですよ。ワイヤレスマイク、ワイヤレスマイクを持って、コンサート会場を自由自在に動いて歩いて盛り上げてらっしゃるの。それで、時々ね、マイクのスイッチを入れて、こうアーティストさんたちがおしゃべり中にこう間にね割って入ったり、それからステージの上に上がって写真を撮ったり、なんかね、本当にね、そのお姿がとってもチャーミングでね、微笑ましかったですね。こういう状況ってなかなかないなと思いましたけど、なんかアーティストさんたちもね、とっても慣れたご様子、なんかね、見守っている、そんなね、あややさんの様子をね、見守っている、
そんなのもね、なんかとってもほっこりといたしました。これがね、もしかしたら本来であればあまりないことなんだと思う。もしかしたらなしなんだと思うんです。だけどこれがこのコンサートに限っては全く逆。とってもね、このあややさんの言動が場を和ませてくださいました。こう会場にね、いるみんなをもっともっと楽しませたい、そんなあややさんの思いがね、ぐぐっと伝わってきて、それが会場温めてくれる、なんか温まって、そんでなんかこう皆さんがね、とっても笑顔になる、笑いに包まれる、なんかそんなコンサートでございました。あのあややさん、まあ、闘病中でいらっしゃることもありましてね、こう冗談交じりにこのコンサート私の生前葬だわなんてね、もう本当冗談でも言わないでほしいと思うけど、そんなことねおっしゃったりしてたんですけど、本当にこうしたね、このコンサートの時間、あややさんにとって人生のご褒美時間であってほしいなって、なんかそんな風に心から思った時間でした。そしてね、こうして無料で素晴らしい演奏をお届けしていただいて、そのお裾分けいただいて、素晴らしい温かい時間共有できて幸せな休日だったなと思いましたね。あややさんの、スピーチなんかもとても心にくるものがありまして、なんか私がこう健康であることとか、それから家族が元気でいてくれていることとか、当たり前じゃないな、私の命は生かされてるななんて思いました。感謝して大切に過ごしていかなくちゃな、改めて思わせていただいた、そんなコンサートでございました。そしてね、私嬉しいことに、この日は会場にこう音楽活動を通して知り合った友人知人なんかにもね、再会することができて、そういった意味でも嬉しい機会だったんですが、そしてさらにね、この日こうスタッフさん、関係者さんとしてご来場されていた皆様とも交流をさせていただきまして、大変に素敵な出会いもいただいてしまいました。先ほどもお伝えしたように、全国から、ご来場者の方駆けつけていらっしゃいましたんですね、その中に大分からいらしている素敵なレディーの方もいらっしゃって、実はねこの方もアーティストさんだそうなので、できればね、この大分のアーティストさん、今後ちょっと情報を仕入れまして、またの機会に皆さんに、じっくりとご紹介させていただけたらなと思っております。そんなね、新しい出会いもたくさん、温かい出会いいただきました。このニジコン、二重映画校コンサートでございますが、これ毎年開催されていますということでね、先ほどお伝えしたんですけれども、来年も開催しますよということで、主催者のあややさん、声を高らかに、宣言されていたので、おそらくまた来年もね、お聞きいただくことができるんじゃないかなと思います。まだ開催日と決まってないようでございますので、次回の開催日などなど、決まりましたらまたミヤラジの番組内でご案内をさせていただけたらと思っております。そんなわけで、日曜日に私がお邪魔させていただきました二条映画校コンサートね、こちらのことをちょっとねお話しさせていただきましたが、ここで一曲、曲を聴いていただきたいと思います。このコンサートにご出演されていらっしゃいました工藤慎太郎さんの曲をお聴きいただきたいと思います。リリースされているアルバムのタイトルにもなっている曲です。それでは参りましょう。ラブレター。肩に舞い散るのは二人続く
しく頬を撫でてくのは二人綴ったラブレター。切手を貼ったあの日の恋に宛名を書いたあの日の夢に二人で見上げる桜も今日が満開の花びら、ひらりと肩に舞い散るのは二人綴ったラブレター。二人で綴るラブレター。ミヤスタイル、このお時間はパーソナリティ斉藤あさみがお届けしてまいりました。引き続きミヤラジをお楽しみください。そして楽しい一日をお過ごしください。それではまた。